マンタは東京地下鉄と NTT ブロードバンドプラットフォームが提供していた NTTBP の公衆無線 LAN 設備を利用した情報配信サービスである。2013年2月14日から同年7月31日まで試験実施の後、正式サービスに移行した。その後2014年11月30日限りでサービス終了し、後継サービス、 ジャパンコネクテッドフリー Wi-Fi へ移行した。アプリは Android や iOS の端末向けに提供されるサービスで事前に同名の専用アプリケーションをダウンロードする必要がある。専用アプリケーションの料金及び、サービス利用料金は無料。専用アプリケーションについてはオニートマケーをデザインしたアイコンとなっている。なお、 アプリはスマートフォン向けとして提供されているサービスであるため、タブレット端末での利用については、動作保障対象外となる。名称のマンタのうち T については、利用客、沿線地域、東京メトロがサービスによってつながり、サービスを発展させていくことを表している。なおマンタ終了後は、東京メトロのうち四十三駅において、NTT ブロードバンドプラットフォームによる、 無料 Wi-Fi サービスジャパンコネクテッドフリー Wi-Fi を提供する。初回利用の場合は Google Play、App Store にてマンタアプリのダウンロードをし、サービスエリア内で SSID、メトロフリー w i f i へ接続の設定を行う。アプリをダウンロードしなくても SSID に接続し、ブラウザを起動して英語、韓国語、中国語のいずれかに切り替えると、 無料インターネットを利用できる。規約の同意を行えば利用できるが、無料インターネットに接続する際は、もう一度規約に同意する必要がある。サービスエリア外でも、インターネット環境があれば、運行情報、各駅情報等の各種鉄道情報を閲覧できる。か、お客様センターへ、お問い合わせが、可能、福都新線、新宿三丁目駅東京地下鉄の路線図。 ありがとうございます。